こんにちは。今日は恵方巻きを作ろうと思います。恵方巻きというのは太巻きの中に7色の具を入れて作る節分の時の太巻きです。材料はペタジリエとパセリですね。で大根のたくあんと、これは高菜漬けです。そしてきゅうりで、人参をお醤油とお砂糖で甘辛く煮たものと、きんぴらと卵焼きを使います。 1,2,3,4,5,6,7 これでやっと具材が7つになりました。これはすし酢です。酢をカップ1/2、砂糖大さじ4から5、今日は4.5ぐらい入れました。で、塩は小さじ1入っています。これをかき混ぜて昨夜のうちに作っておきました。これを寿司飯に使います。で、今日はお米はカップ3炊きました。だから少しこれは余ると思います。で、海苔は近くのスーパーで売ってた海苔を使います。これは今日は太巻きですので切らないで使います。ご飯が炊き上がりました。このご飯は普通のご飯じゃなくて、寿司用に少しお水を少なくして固めに炊いてあります。なぜそんなことをするかっていうと、今から寿司合わせ酢を合わせるからです。これ先ほどの寿司用の酢です。これをかけて、切るようにして混ぜます。ご飯を潰さないようにこのように切ります。こういうふうにしないで切って冷まします。混ぜながら冷まします。巻き酢ですけれども、巻き酢には平らな面とボコボコした面がありますので、平らな面を上にして、ここに海苔を置きます。海苔ですけど、光ってる方とザラザラした方があります。ツルツルした方をこの巻き酢の平らの方に乗せます。そしてザラザラした方を上にして、ここにご飯を寿司飯を乗せます。用意するのはお水です。このお水は酢が1、水が1の割合で入れたものです。手をこの水で湿らせます。ご飯をここに乗せて、上を2センチぐらい開けて伸ばします。今度は具を乗せますけれども、この半分ぐらいのところに、半分よりちょっと上ぐらいのところに乗せていきます。きゅうり、高菜、お漬物です、たくあん、これはイタリアンパセリを茹でたものです。ちょっと葉っぱも乗せます。これほうれん草の代わりです。ほうれん草がちょっといいのが手に入らなかったので、緑が欲しかったのでイタリアンパセリにしました。そして今日はきんぴらを入れます。こういうのを今日は入れてみます。
して本当は鮭の燻製を入れようと思ったんですけど、なんかやっぱりいいのがなくてこれにしました。そして卵焼きです。1,2,3,4,5,6,7 入りました。はい、恵方巻きですから今日は7色入れます。太巻きっていいですよね。何でもにあの挟んで握れるから、なすというか巻きます。でこの先っぽをここに合わせます。こうぐるっと巻いてこの2センチのところに、あの糊代の2センチのところまでぐっと、ま、持っていきます。そして押さえてこれをもう一回ちょっと向こうまでして、でこれでおしまいです。であのこの横のところをちょっとこういうふうに押さえて、でこれで一つ巻き上がりました。横はこんな感じにはみ出てます。だけどこれはもうこのままでどんどん巻いていきます。3カップで5本できました。で恵方巻きはこのまま縁起のいい方向を 見ながらこのままかぶりつくのが恵方巻きで、これは切らないでそのまま食べます。太巻きで大きいですけれども、大きな口を開けて食べます。ちなみに今年の縁起のいい方向っていうのは西南西だそうです。太巻きって本当に便利ですよね。具は何を入れてもいいですからね。チーズを入れてもいいし、私は時々アボカドを入れたりしています。あとはしょっちゅう入れるのはスモークサーモンですね。それとかマスの燻製とか、本当に何でも入れられて美味しいので本当に便利です。皆さんはどんな恵方巻きを作ってらっしゃいますか？コメントで教えていただけたら嬉しいです。ではまた。